今日の奇跡。皆さんこんにちは。神戸の森ひろんです。今日は私の仕事での出来事をお明かししたいと思います。私は神戸に引っ越してきて9年目になるんですけれども、ずっと同じアパレルで働いています。今ではもう店長よりも歴が長いアルバイトとして働いているんですが、私は入社3ヶ月ぐらいの時からロールプレイングコンテストという、簡単に言うと模擬接客を行う大会に、毎年出させていただいています。で、最初はもちろん緊張もあるんですけれども、毎年毎年出るので、ちょっとずつちょっとずつこうスキルも身につけて、ショッピングセンターの代表として、近畿支部大会という大会に、出れるようになってきました。それがだいたい 4、5年前ぐらいなんですけれども、支部大会に出れるようにはなったんですが、なかなかそこから賞をいただいたり先に進んだりっていうのがどうしてもできなくて、こうずっともやもや、している時期を過ごしました。今年も出ることが決まったんですけれども、それが10月の18日から21日の4日間の間での4日間の間のどこか1日で出場しますっていうざっくりした日程の説明だったんですね。で、19日の2日目だけ予定が入っていて、その日以外だったらどこでも行けるので、その日以外でロールプレイングの出場が決まるようにっていうのを祈っていました。で、出場の日にちが、決まりまして、連絡をいただいたんですが、なんと避けてほしかった19日に、その出場の日程が決まってしまいました。で、19日に予定があったって言っていたのが、東京の、教会パウロ秋元牧師を招いてのカリスマ聖会っていうのが午前中にあったんですけれども、どうしてもそっちが出たくて、でもコンテストももう日程も変更もできなくて、もうどうしようってすごく、悩んだんですけれども、とにかく感謝しようと思ってこう感謝していました。で、祈っていたのになっていう気持ちもあったんですけれども、感謝に変えて、対応していきました。で、時間も発表になったんですけれども、それが2時から、午後2時からの、大体順番で、カリスマ聖会は午前中からスタートで12時過ぎには終わるということだったので、なんとかギリギリこう間に合うというようなこうスケジュールでした。まあ、どっちも参加できるっていうのも本当に感謝に変えて、過ごしました。で、当日本当にすごくバタバタだったんですけれども、朝からカリスマ聖会に出て、ギリギリまで出れるところまで出て、ロールプレイングコンテストの会場に向かいました。で、向かった時にちょうどお昼の休憩中で、休憩が終わった後にすぐ出番ということで、本当にカリスマ聖会でこう心に平安が与えられた状態のまま、ロールプレイングコンテストの本番を迎えることができました。で、今まで以上にこう模擬接客って6分しかないんですけれども、この6分間でもう本当にとてもこう喜んで楽しんでこう接客することができました。で、もらえるかなっていう期待ももちろんあったんですけれども、もう全てはこう主に委ねますっていう風にこう本番前にもお祈りしていたので、あとは結果を待つだけだったんですけれども、 4,5 年出てずっと何も賞をもらえなかったんですが、今年初めて審査員特別賞という、賞をいただくことができて、本当に、感謝しています。本来だったら別の日が良かったって自分の心の中では思っていたんですけれども、神様は私の思いじゃなくてベストなタイミングで、この日を備えてくださっていたんだなと本当に、感謝しています。私の証を聞いてくださってありがとうございます。